EPSJ F1 クラス見事 TQ 獲得しましたチームヤカマ江袋トト選手、おめでとうございます。大きく元気な声でお願いします。ありがとうございます。はい、よろしい。はい、まずはさあ、トトといえば自分の車言えるようになったかな。はい、 YRF10、 うん、 YRF10、 うん、です。はい、今回、タイヤ、はい、小横浜さんのタイヤ、はい、これが非常に使い方が難しいと話を聞いてきたんですが、タイヤはどういう風に使ってますか。新品のこのツルツルの状態をなくす程度に使ってレースで使う。でそれは慣らし走行するの。慣らし走行1、2パック。やっぱ新品だとちょっと食いが甘いの。そうですね。それはリアが食わない。フロントタイヤがなかなか曲がってこない。ほうほうほう、はい、フロントタイヤは特に減らしてあげて使い込むと曲がってくる、はい、でリアは、まあ、ある程度使うと上がるんですけど、使いすぎるとまたグリップが下がっちゃう。じゃあもうこのタイヤの使い方がもう一番、はい、そうですね、一番重要に差が出てきます。なるほどね。ちなみに今回は予選は通してタイヤは何本、3セット。はい、並べてお願いします。決勝と予選でちょうど使うような、うん、なるほど。ほう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 。さあ、トトのマシンはこういった形です。さあ、ギア比はいくつを使われておりますか。スパーが80枚。え、スパーが80枚。80枚。はい、でピニオンが何枚。37枚。よかったですね、ああいうのできました。37枚ですね。ライドハイト、車高は前後どれぐらいですか。はい、4ミリです。え、前後とも4ミリ。前後4ミリ、はい、あはは。キャンバーは、キャンバーは一度、やっぱ一度。F1 のこうラバータイヤなんだけど、フロントはリバウンドは取ってやるの。リバウンドは取ってなくて、ゼロです。あ、リバウンドゼロ、はい、あ、センターのリバウンドはゼロです。ゼロ、あ、もうリバウンドはなし、ね、これリバウンドつけるとどうなんの。難しい。あ、難しくなるんだ。でリバウンドがない方が運転しやすいんだ。じゃあもうこの F1 ヨコモのマシンでやるおすすめは、リバウンドは前後なしで、キャンバー1度、車高4ミリ、これが基本かな。なるほど、これを合わせておけば、あとはタイヤの使い方、フロントの鳴らし方、リアの鳴らし方で解決。そんな感じ。あの、あそこで、開発者が多分何か物を言いたそうなんですが、おめでとうございます、見事 TQ。 ありがとうございます。今トト君とお話しして、はい、1年ぶりにこれができたんですが、はい、ちゃんと名前言えました。あ、よかったです。よかったです。今回何て言いましたか。今回何て言いましたかって、ほら北川さん聞いてるよ。 YRF10。 YRF10。 さあ、トトは熱いよ。あれ、 YRF10。 はい、やってしまいました。もう一度お名前お願いします。なんか違くない。なんか今 F が1個多かったよ。そう、よろしいですか。はい、失礼しました。今タイヤの効き方少し伺ってました。今回鳴らし方、まあ鳴らしたタイヤをどうチョイスするかっていうのが決め手だということだったんですが、正しいんでしょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。あと今車高とか聞いてたんですけど、逆に北川さんの方でワンポイントあれば、今車高とかキャンバー、リバウンドない方がいいよっていうのを伺ったんですけど、なんかこの楽しく気持ちよく F1 走れるポイント、何か一つあれば。意外とバターエルマンって重要なところが、はい、エンジンのリバウンドが意外と重要なところで、ここですね、このリバウンドがかなり決めて重要で、ハイグリップに入れたドリブルのゼロ、ハイグリップはリバウンドゼロ、はい、でローグリップだとコンマ5ぐらい、1ミリぐらい、テレスになってやっててもらえればいいかな。あ、じゃあもう基本的にやっぱこのリバウンドがこのナローでラバーの時にはセッティングポイント、あとはもう大体気持ちよくスススッと走れる感じ で、ね、あとはフロントのグリップ材を塗りすぎないから。なるほど。これは半塗り全塗りをしない。スタートは半塗りなんですけど、はい、
最初に曲がらないからって調子よく乗ってしまうと、はい、10分50秒で、はい、じゃあもう曲がらないからって言ってギューって塗るんじゃなくて半塗りからスタート、これがポイントですね。勉強になるね、こういうのを期待してるんだよ、分かった。またこのシリーズ戦っていくと TQ インタビュー来ると思うので、もう少しはっきり大きい声で言えるように頑張るように、はい、TQ おめでとう。さあ決勝に向け、もう決勝終わっちゃったんだけど、まあぶち切れたね。楽勝、そうでもない。どう、 F1 楽しい？ F1 は楽しい、楽しい。じゃあぜひF1 を盛り上げるようにしてください。おめでとうございました。ありがとうございます。